橋のない川は、住井寿が著作した小説。一部から七部まで掲載、刊行され、第八部は表題のみを残し作者の末が死去している。明治時代後期の奈良県のある被差別部落が舞台となっている。ほとんど全編を通じて、部落差別の理不尽さ並びに陰出さが書かれている。最終的には、京都市、岡崎で行われた水平社宣言をもって、 締めとしている。一部から七部までの累計発行部数は800万部を超える。1969年から1970年と1992年の二度にわたって映画化された。橋のない川によって人間の平等と尊厳を考えようとした若者はとてつもない数に上るはずだと称賛されることもあるが侵略戦争を先導した最高万吉を美化した作品なのに その問題点が全く指摘されずに来たとの批判の声もある。1908年、大和盆地の山村、小森。聖太郎と孔子の幼い兄弟は、父を日露戦争で失ったが、しっかり者の祖母、縫いと心優しい母、筆に大切に育てられる。やがて小学校に通い始めた二人だが、そこには思いもかけぬ日々が待っていた。兄弟は小学校や路上で、 いじめられる。小森は非差別部落なのだ。本作には大きく分けて二つの映画版が存在する。1969年から1970年に今井正が監督を務めた映画と、1992年に東洋一が監督を務め、ガレリア、声優共同で制作された映画である。前者は社会主義リアリズムの巨匠であった今井が自ら映画化を企画し、 東映で企画に上ったが、内容が暗すぎ、商売にならないと流れるなど、苦労の末に完成にこぎつけた。第一部は、当初ブラック解放同盟の推薦を受け、海外で映画賞を受賞するなど高い評価を受けたが、やがて第二部制作中に、日本共産党とブラック解放同盟の関係が悪化するに至ると、監督の今井が、日本共産党員として、 ブラック解放同盟の敵視を受けるようになり、ブラック民の描写などについて、当時のブラック解放同盟幹部がクレームをつけ始めた。それに伴い、第一部も遡って、差別映画の烙印を押されるようになる。また当初は三部構成を考えていたが、ブラック解放同盟からの妨害が、さらに激しさを増したため二部と三部を合体させて、二部を制作せざるを得なくなった。 そのような騒動のさなか、広島での上映会で本作を見た女子学生が自殺するという事件が起こり、ブラック解放同盟側はこの映画を差別助長映画として徹底した上映阻止キャンペーンを展開することになる。この結果、本作は上映される機会が減り、ソフト化もされないという状況が長く続いた。その後、2004年には第一部、 第2部ともに DVD 化されており、現在では見ることは容易になっている。また、上記のキャンペーンは、当時のブラック解放同盟による日本共産党批判の具にされたという見方も、今日では強い。原作者であるスミーは、原作との違いなどを理由に批判する立場ではあったが、見るべき作品という一定の評価は与えており、見ずに、差別映画と騒ぐ人間には、 映画以上に批判的であった。一方、東洋一監督版は、ブラック解放同盟が映画化を機として、東を監督に起用したものである。音楽に、ボリビアのチャランゴ奏者、エルネストカブールを起用したことでも知られている。配給収入は12億円。第1部、第2部共通の登場人物第1部のみの、登場人物第2部のみの、 登場人物ソフト化登場人物エキストラの子役には奈良県四季郡三宅町立三宅小学校の児童が出演している。ソフト化、ありがとうございます。